エッケンタールは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す、町村で、エッケンタール行政共同体の本部所在地である。エッケンタールエッケンタールは、アルゴイ地方に位置する。この町は、公式には20の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ロマーツリート集落には、ロマーツリート上司があり。 ここにはすでに青銅器時代から入植地が作られていた可能性がある。エッケンタールはローマの宿駅ネイボアであると同定されている。エッケンタール家は1130年から1457年の間文献に記録が残されている。その後エッケンタールはイルゼ帝国修道院領となり、1803年の帝国代表者会議主要決議以降はバイエルンに属した。 バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により現在の自治体が成立した。町長はカタリーナ・フィッシャーである。赤字で緑の土地の上に立つ銀の利帝表、その基部にはなおの文字が記されている。利帝表の両側には金と黒が5回入れ替わる彩色で金の柄がついた戦闘用コンボが2本描かれている。ありがとうございます。